タミタンクラブではありがとうございます。うん、やばいね。おはようございます。おはようございます。はい、今日も30分やります。配信おはようございます。おはようございます。おはみ、なんか今日は自分でアラームをかけて寝起きたんですよ。6時20からかけ始めて6時22のアラームで起きました。はい、あみは今日は6時20、6時21、6時22、6時23、6時25、5回アラーム入れました。5回？ 4 回か、5回ですね、5回やりました。はい、アラームをかけて22で起きました。だからちょうど真ん中ですね。ほんで早く起きるために昨日はねめっちゃ早く寝たんですよ。何時だと思いますか？でも早いって言っても遅いんか分かんないんですけど、早いと思います。まあ夏休みでねグダグダなってたのもあってちょっと早く寝ました。夏休みが遅かっただけなのかもしれないんですけど、はい。21時やって、それはちょっと早いかも。22時、まあそのぐらいですかね。はい、なんかもう夏休みがもうグダグダすぎてやばかったので22時半ぐらいかな、覚えてないですけどそれぐらいですに出ました。めっちゃ早い、はい、おはよう。1週間量ゼロさん、ありがとうございます。なんかね頭朝は ぼーっとしますよね。ナミはねでももう今日は起きたんですよ。今日の脳はもう終わってるんですけど、けどなんですか、口で言おうと思うと言えないような状況です。はい、脳内では分かってるんじゃない爪がねさん、バラありがとうございます。夢の国のシーン可愛かったよ。ナチュララさん、ありがとうございます。そう、実はまだねツイッターとかブログとかでも言ってないから、知ってるのはアミタンクラブ特別会員の方とアミタンランドに入園してる方だけなんですよ。そう、なんか夏休みの思い出に夢の国に行ってきたんですよ。そう、楽しかったです。まあ詳しくはねアミタンクラブの特別会員になるかアミタンランドに来てください。書いて写真とかも上げてるので、はい、ちょっとずつ話していこうかなと思います。マキマキちゃんハートありがとうございます。アミタンランド最近なかなか行けてないやって、鶴吉さん待ってます。いろいろねもう更新してるので見に来てください。今日に遊びに来てなんていつでもウェルカムですよ。一日中24時間365日開いてるので見に来てください。はい、特別館やしアミタンランド入園してるよって、ありがとうごじさん。そう、なんか話の内容はメールの方が知ってるけど、
寝る、うん、してるけど、でも写真はメールは一気に何個もあげれないので、あのそのアミタンランドの方でいっぱいあげてます。おはあみたん、今日は無音で見ているよ。でベイマさん、ありがとうございます。お話し会とかでも、あ、なるほど、夢の国のお話ししたいですって、え、したいです。あねちゃん待ってます。8月大変すぎたわって、お仕事が忙しかったのかもしれないですね。画像ポチったら何枚か出てくるの昨日知って、え、ですよね、多分あみ、多分そう、あの皆さん知らない方もいると思うんですけど、フォトの方を開いたらなんかね、題名が書かれてる写真が何個かあるんですけど、それをまた押したらね、そこに何枚か出てくるはずなので。夢の国もユニバも料金高くなったね。ね、高くなりましたよね。鉄次さん、はじめまして、ありがとうございます。鉄メガネさん、金魚ありがとうございます。会社行ってきます、今日も頑張ってね。で日高浩二さん、いってらっしゃい、ありがとうございます。いのっちさん、はじめまして、ありがとうございます。じゃあここのハートが白い方はあのポチッと押してピンクにしてください。でももうピンクの方は OK、 大丈夫です。50カウントやって、ありがとうインパルスさん、ありがとうございます。後ろ姿の写真も可愛すぎて、ありがとう。あれですよね、歩いてるところの写真なんですけど、あれはママがバシャバシャ撮っていました。アミタンランドは値上げしないでねって、しませんよ、しません。画像一枚一枚にコメントつけられるのもすごいと思ったね。あれもあのつけれるって知らなくて、そう、試しにつけてみたらつきました。口癖が止まらないですね。インパルスさん、花火ありがとうございます。まだ見てない可愛い写真いっぱいあった。あ、そうだから皆さんぜひ開いてみてください、ポチッと。あのあとね、なんかディズニーシーでなんかガーランドっていうね、あの旗のやつがあるんですけど、あのカードっていうかね、なんか旗、ちっちゃい旗がもらえるんですよ。こういう感じ、これになんか書いてもらいたいこととかを書いてもらえるんですけど、アミはあのアミタンって書いてもらいました。皆さん行ってみてください。40周年でね、なんか結構あのたくさん人がいたんですけど、やばいね。でもなんか何、あのたまたまなんか1ヶ月前ぐらいから予約しないといけないレストランがあって、でもね、1ヶ月前とかまだ行けるかどうかも分かんない状況で、で1週間前になってもギリ行けるみたいな感じで分かんなくって、予定がねあれだったので、それで当日予約みたいなやつがあって、当日の9時やっけな、9時からあるんですけどね、それをやったら当たったんですよ。ほんでレストラン行ってきました。レストランっていうか何、はい、食べれるところがあるんですけど、美味しかったです。そう、それでブログにも書いたんですけどね、あの何、バイキングやっけ、そう、バイキングが大人料金だったので頑張って食べたんですけど無理でした。2週間量ゼロさん、ありがとうございます。40周年のゼロがミッキーになってて可愛かったね。そう、キャストさんが40の10をミッキーにする方もいたり、あとはあの楽しんでねの横に
ミッキーを描いたりね、隠れミッキー描いててすごいなと思いました。やばいね、涙が。なんか夏休みからね、学校始まって昼間での授業だったからね、よかったんですけど、やばい、涙が出てきた。なんてよかったんですけど、なんかそろそろね、もうあの昼間でじゃなくて、あの何、夕方っていうんかな、そう、最後の時間まで給食が始まるんですよ。もうちょっと嫌ですね。なんか楽しいんですけどね、なんか学校行くまでが多分嫌なんですよ、アミは。そう、ダニエルハートありがとうございます。ガーランド集めて、集め楽しいよね、だって。あ、楽しい。そう、私も名前かもらった。いいね、あやねちゃんのガーランドも欲しいです。あのアミのやつで作ってくださったやつです。ダニエルハート100個ありがとうございます。あと皆さんツイッターでね、あの調べたらね、お話し会となんかあのあれ、あの握手会とかの日程をね作ってくださってて、本当にありがとうございます。皆さんの作ってくださってる方のやつ全部スクショしてます。はい、ありがとうございます。そう、行っちゃえばいいんだけど、行くまでがいいんです。行ったらやばい、ま、めっちゃ涙が出る。え、行っちゃえば楽しいんですけどね、なんか行くまでが嫌っていうか、嫌ですよね。あみたん、おはようございます。ふーたん、やばい、ちょっと待って、ダニエルだるま100個ありがとうございます。あ、そうで、今日の今日から、昨日から今日の12時まで第二次受付があるんですね。その握手会と写メ会と肩たきが、なので皆さんぜひ会いに来てください。まきまきちゃんハート100個ありがとうございます。ではお仕事の準備をじゃーんやって、あやねちゃん頑張ってね、ありがとうございます。りなちゃんハート100個ありがとうございます。ね、めっちゃ会えるの楽しみですよね。わかります。アミもね、めっちゃ楽しみなんですよ。はい、あのなんかお話し会で着る服を頼んでて、そう、頼んでたやつがね、あの昨日か今日か一昨日か知らないんですけど、一着届いたんですよ。もう早く着たくて着たくて楽しみです。めっちゃ楽しみです。あと、待ってください、ごめんなさい。あと何やっけ、あ、そう、アミは周年ライブもめっちゃ楽しみなんですよ。めっちゃ楽しみです。はい、皆さん周年ライブもぜひ見に来てください。今日の12時までって聞いた、そう、今日の12時までが第二次受付なので、ぜひ皆さん会いに来てね。おはようございます。早くあみちゃんとお話ししたいね。わかります。なんかね、今はたくさん何メールの返信してくださったり、ツイッターを上げてくださったりねする方いるんですけど、ありがとうございます。でもこの前の話し会で喋ったことがないから、
まだ喋ったことがないって方もいるんですね。その顔は知り合ってるけど、あの公演とかに来てくださるから顔は知り合ってるんですけど、なんだろう、あの喋ったことがないからまだよく分かってないっていう方もいるので、めっちゃ楽しみなんですよ。中1の2学期からって、中1の2学期ですね。そう、やばいね、もう中1もまだ半分まではいかんだけど、今から半分を、半分の始まり、なんて言うんやろ、3分の2か3分の1終わったんですね。おはようございます。おはよう。自己紹介しますね、てっちゃん大丈夫ですよありがとうございます。あみちゃんたちなかなか会えなくて、去年春にハチキちゃんなら全員会ってて、いいですね。あみにも会いに来てください。なっちょさん音符ありがとうございます。おはようございます。まだあみたいに顔バレはしてないはずってじゃあ次のお話し会とか握手会とかで顔見せてください。え、本当にでも楽しみなんです、むっちゃ。はい、そう、直接会ってお話しすることもね、あのない方もいるので、なんか例えばあの関東に住んでる方とかだったら、お話し会ではむっちゃ何回も来てくださったんですけど、やっぱり大阪にあの会いに行くことがあれだったりすると、ほんであの横浜の時にね予定が合わなかった人とかはあの初めて会ったりします。はい、だから楽しみですね。とにかく多分オンラインでしか会えてないから、握手会でちゃんと自己紹介するねって。ふーたんありがとうございます。そう、あのだからあのあれですね、あのオンラインでは喋ったことはあったけど、初めて実際に会うって方もいるからめっちゃ楽しみです。やばい、涙がほら出ちゃうね、やばい。そう、幕張メッセで、そうそうなんですけど、あと幕張メッセでアミね、あのママがお家から出て行きました。お仕事です。そんでなんだっけ、なんやっけ、何やったっけ、何話そうとしたんっけ。あ、そう、幕張メッセでアミはあのバトンの全国大会で踊ったことがあるんですよ。まあどこの会場かは分かんないんですけど、幕張メッセでも何個か体育館ありますよね、多分体育館というかホールでんかな。そうだから分かんないんですけど、アミはね踊ったことがあります。で、つないだねさん、金魚ありがとうございます。あみちゃんおはよう。メタリカンさん、はじめましてありがとうございます。マシゼロさん、半周フルコース完了ありがとうございます。関東で行く機会ないから、あみちゃんの握手会で行くのワクワクするって、まきまちゃんありがとう。いいな、いいなじゃない、楽しみですよね。てっちゃん、だるまありがとうございます。コスモライトさん、だるまありがとうございます。で、つめがねさん、バラありがとうございます。あ、コスモライトさん、だるま100個ありがとうございます。てっちゃん、だるま100個ありがとうございます。ダニエル、花火ありがとうございます。9期生のドッキリ TVM みたいに仕掛けられたら泣きそうになって、いやー、あみ引っかからないと思いますよ。よかったんだけですね、まだ。ドッキリをされてるのは。インパルスさん、花火ありがとうございます。あ、20分だって。早っ。じゃあね、そろそろホワイトボード書きたいと思います。1位はコジーさん。幕張メッセの時ディズニーも行こうか悩んでるって、いいな、リナちゃん。
でも確かになんかせっかくねあれだったらあれですよね、幕張メッセから結構近いですよね。まあ電車は乗らなきゃいけないけど、初アミタンドキドキする、ダメもドキドキします、楽しみですね。マキマキちゃんハートありがとうございます。多分もう変わらへんかなって思ってきたのでちょっとやろうかな。やばい事故が。じゃあ1位の方書きたいと思います。クジさんですね、この鶏を書きますね。なんか朝といえば鶏っていうイメージあるんですよ、アミは。多分皆さんもそうじゃない。やばい涙がさ止まらへん。できた。これは結構ね簡単な分野でした。待ってください、せっかくなのでこのニワトリのね羽、羽じゃない、なんて言うん、毛描きました、色塗りました。チャチャカチャーン。こんな感じです。ここ結構はい、ありがとうございます。え、ほんまにやばい涙が、多分ね画面やから見えてないかも、やばい。うまい、ありがとうございます。そっくり、ありがとうございます。オッケー。あ、待って、1位コスモライトさんに変わった。じゃあコスモライトさんも書きますね。コスモライトさんに書きます。この犬ももうおなじみ化してきてます。なんかもう見なくても描けるぐらいですできたよ、もう描けました。このワンちゃん今までねアバター描くときはものすごい時間がかかってたんですけど、ショールームでねこうやって1位の方のねアバターとかを描くようになってから、あの写すことが好きになりました。何か自分で描くのはできないんですけど、写すことならできます。できた、ちゃちゃちゃん。もうこれ見ないでできるんですよ。ちゃ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 ん、はい、ありがとうございます。あみたん、おはようグルト、おはようグルト。88885やって、アバターより可愛いやって、え、嬉しい、ありがとうございます。あ、そう、そういえば今日は一日だからアミタンデだね。そう、アミタンデで思い出したんですけどね、今日実はアミ朝ねテレビ見たんです、ニュース番組見たんですね。そしたらカニ座1位だったんですよ。イエーイ、今日はいいことありそうということで頑張りますね。はい、じゃあそろそろ壇上読もうか悩んでます。まだ25らしいのでね、悩みますね。ラッキーナンバーしますか、ちょっと時間あるし。でもね、ラッキーナンバー、ラッキーナンバー7たす2たす5をします。めっちゃ難しいアバターやったらどうしよう。14位はホリッチッチさん、クロミちゃんだね。クロミちゃん、クロミちゃんだけ描くことなら描けるんですけど、ちょっと頑張ります。
いやクロミちゃんは書いたことがねあるんですけど、こういうアバターでは書いたことあるんですけど、あるんかいって感じなんですけど、あるんですけどね、あんまり書かないからちょっと怖いですね、失敗しないか。今のところは順調です。そういえばごめんなさい、無言になる。リボンだね、リボン。いや、ほんまに海はイベントとライブが楽しみです。なんか結構ずっと、なんて言うんだろう、そう、5月の初めてのライブの時はね、知らない曲しかなくて、もうやばおごまれてたんですね、キュッキーみんなが。ほんで、この前のライブは結構知ってる曲、この前習った曲とかも多かったのでね、やりやすかったけど、今回はどうなるのかお楽しみにしててください。待ってくださいね、ほんまに無言になっちゃう、申し訳ないです。今真剣に書いてるんです。書けた、たったたたん、出来上がりです。あ、危ない危ない、じゃじゃん。どうですか、はい、ありがとうございます。幕張以外は全部当たってるよ、大阪はほぼマックスで肉、ありがとうコスモライトさん。あ、りょうじさん花火ありがとうございます。もんちょさん、音符ありがとうございます。それではい、ちょっと待ってな、いきます。13位ひろゆきさんありがとうございます。12位りょうじさんありがとうございます。11位ピロピロさんありがとうございます。10位ダニエルありがとうございます。9位鉄メガネさんありがとうございます。8位てっちゃんありがとうございます。7位まきまきちゃんありがとうございます。6位ゼロさんありがとうございます。5位モーチさんありがとうございます。4位ベリムーさんありがとうございます。3位コジーさんありがとうございます。2位リナちゃんありがとうございます。1位はダララン、コスモライトさんでした、ありがとうございました。ということでね、今日の配信はもうここで終わりたいと思います。また明日も配信するので、ぜひ皆さん見に来てください。それでは終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあ今日も一日頑張りましょう。バイバイ。ありがとうございました。